はいどうも、一人暮らし YouTube Vlog です。今日は休日なんでたまには外食をということで、うどんでも食べに行きたいと思います。はい、ということで家の近くの金川製麺とかいうところにやってきました。麺が3玉まで無料ということで、なかなか一人暮らしには強い味方なんですけども、僕は小食なんでね、2玉が限界なんですけど、こんな感じで美味しそうなうどん屋です。で、入っていったらね、なんと1杯半額っていう目が目に入ってきて、ラッキーってことで並んでいきます。かけうどん2玉で、こんな感じでね、かけうどん頼むと麺だけ渡されて、だしは後で追加っていうスタイルなんですけど、トッピングですね。柏店がもう最強に好きなんで、これはもう確実にスタメンです。で、本当はいつもナスとか頼むんですけど、なかったんで、ちくわを2軍から召集ということで、バケツのちくわを急遽スタメンに入れてきました。こんな感じですね。はい、ということでね、だしをこうやって、後ろにあったんで入れていきます。これタダなんでね、いくらでも入れていいんで入れていきます。と隣に天かすとネギも入れるんで入れていきます。僕もうどん屋でね、この天かすとネギを食べに来たようなもんなんで、もうネギ好きなんで栄養補給っていう意味でも、もう全く遠慮なくガンガン入れていきます。はい、ということでこれが僕の休日スペシャルランチですね。ここで別皿天かすをマシマシトッピングということでさらに美味しくしていきます。ってことでね、補欠から成り上がってきたちくわ天もいただきます。結構食べるとね、やっぱ普通に美味しくてね、さすがチームには欠かせない存在感はあるんだなと感じました。はい、ということで本命の柏店やってきました。うどん屋で食べる柏店は美味しいんですよね。感想はそれ以外特にないです。気づいたらもう真っ暗でびっくりしたんですけど、まあ今日なんか半額やってたんでめっちゃ安く食べれたんで良かったなって思います。じゃあまあ今日はこんぐらいで、最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。